どうもこんにちは、国家軍です。本日は自衛隊が使う米軍ポンチョの使い方その1。テテ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 
女は海。どうも、自衛隊界のジュディ・ヨングです。皆さんね、困ってると思うんですよね。梅雨がこれからね、差し掛かる時期になって、皆さんね、傘がないよとか野ざらしだよという声ね、たくさんいただいております。そうです、そんな時にこちら米軍ポンチョでございます。今日はね、この自衛隊も使う米軍ポンチョの使い方、一部をご紹介させていただきます。これからも、どんどん紹介していきますんで、これ米軍ポンチョと言います。なんでね、米軍ポンチョって言うかと言いますと、あの自衛隊で使ってるんですけど、米軍から来たポンチョでございます。分かんなかったでしょ。自衛隊のイメージあんまないと思うんですけど、こんな感じで、こんな感じになっております。ほい。実際ね、あの自衛隊で使っていたポンチョちょっと持ってきました。生地がね、なんかほら、こういうビニールというか、ビニール素材をビタンと貼ったような素材になっていて、でここで手を通せるという感じで、ここがこうフードバッチリですよ。ユニクロも真っ青の素晴らしき曲線と防水防電色で、後ろこんな感じ。これね、実際、レンジャー訓練で使っていた自衛隊員のちょっと持ってきました。もうね、あのもらっちゃったんでがっちり書いちゃいました、このゼラで。当時のレンジャーでは縫製して、これを買いましょう、みんなで合わせましょうという風になってます。それでは米軍ポンチョの使い方、本日の使い方はこちら。ああ、航空疲れるな、航空疲れ、雨か。雨の日にもポンチョになるです。まだありますからね、ね、まだありますから、まだ見ててくださいね。雨の時に、はい、こんなでかいリュックごと甘いになります。自衛隊は甘いも持ってるんですけど、リュックごと濡らしたくないとか、結構雨降るなっていう時は行軍の時とかも使えるかな。よし、それでは、航空大変だろ。雨だ。はい。胸に入れる隊員もいます。部隊によってはですけど、本来団体したり外機とかも来てますけど、そこの胸に、雨降りそうな時はもう入れとけ、入れる部隊隊員もいる。ちなみになんですが、普段のアウトドアと同じように入れる場所、すぐに取り出したいんで、サイドポケットとか上の方に入れるっていうのが多いです。航空の時とかはなかなか問われないから胸に入れるというパターンもある。ああ、耐久し、疲れた。しかし寒いな。あったけー。でもダメだ、寒いな。固形燃料、よっしゃ、着いた。寒い時にも来ます。で、あんまり
推奨はされておりません。過去にあった話としてお聞きください。ね、この日年、コケネンと自衛隊では呼びますけれども、これね持ってるんですよ。持ってる隊員さんもいます。で僕のね中隊でもこれ持ってました。でこれ固形燃料で、ここ開けるとね、これね開けると固形燃料、まあこれアウトドア用ですよね。こう気化性というか、ここに火つけるとポワーンと火がつくと。でいつでも蓋閉めて消せると。でこれ風よけ、これをつけてね。昔の話ですよ、推奨されておりません。軽く穴掘って、あるいは故障中に故障のね延滞壕掘って、こう下半身入ってますよね、間に履いてね、こうやってしゃがむとね、そうするとこうポワーンとあったかいと、やけどの危険もあるからね、進めておりませんよ。まあ、あるあるとしてはね、あるあるとしては大休止の時、こうやってね、これ夜ですよ、演習中とか状況中なんで光が漏れちゃいけないんですよ。こういう周りに敵に見つかるから、光が漏らさないためにもこう遮光で、大休止中にあるあるがあっちってどっかから聞こえてくる、あっちパッて見るとこう、これがねチロっていっちゃってね、あっちね、こうポワーンっていう光が漏れるとか漏れないとか、まあ、一応ね気をつけましょう。あと他にもこのような使い方もします。見つからないよ、施工中だ。事故位置を確認する。班長、事故位置どうぞ。よいしょ、敵に光が漏れないようにかけてあげる。全部持ってきてます。肺を検査をするときに下に引く、下が砂利だったりすると、山に行くときにはちゃんと持ってんのかというのをね検査しますんで、そのときにはこういったものをね敷いて上でやる。砂利の上とかでやるともうね見失うためにあるような色なんでなくなっちゃうので、こういった上で。あとちなみに銃の分解結合も、あの部品とかがこういう砂利とか中に消えないよと、そういった時もこれ敷きます。今日はねこの米軍ポンチョ使い方一部ご紹介させていただきました。またね、使い方いっぱいありますんで紹介させていただきます。あと今日ついでにちょっと紹介すると、敵に見つかりたくない時、この肩のラインとかがちょっと見えなくなると偽装ちょっと強まるんですよ。なのでちょっと行ってみましょうか。敵に見つかりたくない時に着るということもあります。着るっていうことあります。もっとねいっぱい、あのいろんな時に使うんで、紹介させていただきます。リュックごと背負えるっていうのがすごいいいので、こういったポンチョアウトドアとかちょっと欲しい方ぜひね検討してみてもいいんじゃないでしょうか。こんなものもね自衛隊使っておりますよという紹介でございました。またいろいろな方法紹介させていただきます。本日はこれまで。それじゃまた。僕が現役の時はあんまり売店とかには私物として簡易的なポンチョ、今はね結構もう売ってます。